なしの妖精。どうしよう、なし猫なしで猫ちゃんだったんだよね。もともとは猫だったけど、うん、飼い主を待つあまりに、うん、梨の木の下で亡くなってしまった猫だし、そんな悲しいストーリーが私にはある。 その梨の木からなる実はどうしてか猫の形をしてたんで、うん、フィナッシーを持ち帰って、うん、梨神様に事情を話したら、うん、フィナッシーを誕生させてくれたらしい。じゃあ命を授かった猫ちゃんってことだね。ねえ、よしよし、はい。で、まあ、この三梨さんで最近いろいろ全国のイベントも行ったりしてるよね。はいはい、はい、なのでとても仲良しです。楽しいな。はい、で、あの今回ね、ふなっしーのカレンダーが来年また出るんですけども、それもこの三梨さんで一緒に撮影してきたんだよね。そうそう、ふなっしーの今ふなっしー1879歳だし、うん、その今までの歩みはね、うん、もうあの弥生時代からずっと現代まで追うようなストーリー性を持ったカレンダーになってましたね。うん、いろんなコスプレをさせていただいたので、うん、ぜひ皆さんよかったらお買い求めくださいし、お願いします。ありがとうございました。このカレンダーのメイキング映像も YouTube に上がってたりとかもしてますので、おで、その中にもふなっしーが気に入ったコスプレは、ほんで、やっぱ十二人を着た時にハマってるなと思ったらしな。ね、十二人ってあの着物を何層にも着たものがありますけども、そうそう、紫式部の、はい、コスプレのしな。なかなか髪の毛がさ、ね、横に流れてた時ちょっと湯浅さんみたいだったよ。なかなかね、ちょっとズラ系なし、徳谷系なし、ちょっとズラなし、ズラなし、まあでも可愛かったね、似合ってましたね、うん、はい、またね、発売も多分もうすぐだと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ゴロちゃん大丈夫？なんで無理しようとした？ちょっと君の弟が無理してるけど、大丈夫か？暑さにやられてないか？大丈夫？大丈夫？ちょっと熱中症になりかけてない？大丈夫？大丈夫？よかったよかった。自分補給してよ。オッケー。はーい。で、あとは前の方にいる方、特にね、黄色いタオルとか黒い T シャツとか着られてる方もいるんですけど、実はふなっしー今年 ZEP というですね、ライブハウスのツアーを行ってました。あー、そう、ありがとう、来てくれた人。あ、すごいすごい。やっぱり前列すごいすごいですな。ねえ、高知まで来る元気ですな、ありがとうですな。北海道の札幌から始まって、うん、で大阪、名古屋、東京っていう感じでした。ねえ、あ、本当になかなかね、西に来る機会がないんですよね。あ、そうだしな、うん、今までで、そう、ライブやったの大阪が元祭生誕この、そうね。で、ただその、まあ、ZEP っていうね、ライブハウスが、うん、あんまり西の方になかったんですけど、うん、この度、福岡にできるらしいでしょ。うん、高知から福岡って行きづらいね。え、高知の人は大阪の方が多分行きやすい。そうかそうか。じゃあ、まあ、大阪は結構イベントやってるもんね。そうですね。そう、ふなっしーランドっていうのもありますからね。ぜひ遊びに来てください。あ、私反対だった。よし、じゃあね、ここでお写真撮影タイムにしようかな。はい、どうしようかな、すごいたくさんお友達いるから、とりあえず右斜め前のお友達からお写真撮ってこっか。はい、ふにゃふにゃ、起きたまえ、せりつせりつ、ほら、あとでお兄ちゃんが感づけてくれるから。はい、じゃあ右斜め前いくよ。せーの、右右左左右右左左逆がいるけどね。はい、ね、自分が写真撮り終えたら手下げてあげてくださいね。ご協力お願いします。あと後ろにも立ってるお友達いますので、腰が痛くない方はちょっとかがんでくださると幸いです。5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。じゃあ三梨さん真正面向きましょう。正面のお友達シャッターチャンスです。せーの、はい、なし、せーの、ピッ、かわいいの声が上がってますね。はい、手取り終えましたら手下げてあげてくださいね。後ろのお友達、さらに後ろのお友達へのご配慮お願いいたします。5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてね、三梨さんちょっと右側、愛知側に来てもらってもいい？あのね、そっち行くと愛知ね、逆なんだけどさ、ここにいます。はい、こっち、こっち、あのね、
そこに音響のやつがあって左側のお友達はちょっと取り来すぎだね、来すぎだね左側のお友達に顔見えるようにしてもらって、ふにゃもね、行きましょうか。はい、じゃあステージ向かって右側のお友達シャッターチャンスです。せーの、はい、なし、はい、5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。さあ、そして三梨さん、今日ね、たくさんのお友達ふなっしーに会いに来てくれてて、ちょっとステージがあまり見えづらいってお友達もいるので、申し訳ないんだけど一回ステージ左側から降りてもらって、そちらにいるお友達にもアピールしてもらってもいい？あ、左側の？うん、そう。あ、それかここでいいかな、ここで立ってもらったら映るかな。あ、でもいい？ありがとう。はい、じゃあ行きますよ。みんなありがとうなしな。はい、ふたなしさんもね、お兄ちゃんもの方行ける。気をつけてなしな。あとね、左側、ふにゃごろ。ちゃんと水分取るなしよ。はい、じゃあ行きますよ。せーの、はい、なし。はい、特にそちら側、立ってるお友達が多いので、後ろのお友達、あ、ありがとうございます。立てるようにお願いいたします。はい、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。ここからね、道路挟んだ方にもお友達いっぱいいるんだよね。ふなし、奥見える？あ、すごいね。ねえ、ありがとうございます。写真撮れてるかな？ねえ、ありがとうございます。じゃあ、今度は今日来てるお友達とお写真を撮りたいので、はいはい、はい、じゃあ、ふなし、ここが真ん中になりますので、皆さんに背を向けて、プリケツを向けて、はいはい、お座りください。ちょっとお尻、はい、お尻ごめんなしな。うん、プリ。お尻向けてごめんなし。はい。落ちないでね。さあ、じゃあスタッフの皆さん、ここに上がってきていただきまして、今から撮るお写真ですが、ふなっしーの SNS 等に上がる可能性がございます。今日仕事を休んできたとか、化粧のノリがいまいちだとか、指名手配中だという方は自分で顔を隠してください。それ以外の方は最上級のスマイルでお願いいたします。ふなっしー、うんちしたいのマジ？はい、行きますよ。せーの、はい、なし。はい、OK ですか？はい、ありがとうございます。さあ、そしてここでキング呼んでいいの？まず新庄君来ようか。はい、じゃあ新庄君どうぞ。ねえねえ、いっぱいキャラさん遊びに来てくれたよ。おね、あんまりふなっしーのイベントに来たことない皆さん、異様な光景だと思ってると思いますが、覚えて帰ってください。あ、キング、はい、なんかね、走っててキングがやりたいことがあるってことで。そうですね、写真をみんなで撮りたくて。あ、はいはい、今ですね、ふなっしー、あ、あったま、ありますか、360度カメラで写真撮影して、はいはい、っていうのやってるんで。あ、さっきあなんかさ、インスタキングは、YouTuber から何か目指してる。そうですね、最近 YouTuber になりかけてるんで。大丈夫、粉砂糖とか警察の前に落としてないんですか？そうですね、須崎市役所とか須崎の警察署でやれるかなと思ってたんですけど。ダメ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 、ダメですか？ダメだしよ、全部来てダメだし。ねえ、迷惑かけない YouTuber 目指すんで。あー、もう、はい、ぜひぜひ、いいですか？はい、これね、ちょっといいですか？はい、どうしたらいいの？うん、これね、え、タン絡んでるし普通に笑うらしタン絡みすぎだし。ふなっしー、ありがとね。はい、悪魔様、ありがとね。おっさん、ありがとね。わ、おっさん、そしたらどうすんの？入ってくるしな。そして近代のテクノロジーがここまで進化しましょう。熱くない？大丈夫？あ、来ましたね。わ、かわいい。円になる。どこで円になるの？円になる。ふなっしー、なんかキングがポジション指定したいらしい。あ、はい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 、はい、ここ来て、もうちょっとカメラの正面ね。はい、あ、ことありがとね。新庄くん、がなんか恐ろしいものを持ってるけども、大丈夫かな。こっちゴローがいいですね。ゴローと、あ、ふにゃ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 、ふにゃちゃん、ギリギリまで来れる子。コロは？あ、ゴロちゃん、あっちあっちあっち。コロちゃん、こっちだし、おいでおいで。ごめんね、結構ね、色大事なんで。色大事？色大事？
このクソ暑いのに何ちまちまディレクションしてるし、早く取れだし。私どの辺行ったら映んない？え、どこに？はい。どうしたらいい？見た見た、いい映画映る。走り立ってればいい。そう。走り立ってればいい。行きますよ。はい。はい。2球目。はい、では右側をみんな向いてください。右？右側？右側。そうそう、進行方向、右を向いてください。東も右向いて。うん、そうそうそう、いきますよ。はい、2球目。はい、パッコロ見すぎだろ。どうした？ありがとうございます、大丈夫です。終わり。あ、ありがとう。これじゃあ、あのさ、うん、画像はどこかキングのツイッターかなんかに上がるってことだし、あのね、インスタキングの YouTube に上げますんで。YouTube 多用しすぎだろ。あ、本当に、はい、よろしくお願いします。よろしくですね。はい、ありがとう。じゃあごめん、ちょっと要望があって、はい、さっき船橋のプリケツバッグに皆さんとお写真撮ったけど、今上がってくれたキャラさんとも撮りたいってお話だったので、ちょっとそれだけ。大丈夫、体力ちょっと暑いね、はいはい、急ごう。はい、じゃあキャラのみんな、こっちこっち、今日来てくれてるお友達にお尻を向けましょう。すみません。はい、しゃがめる、しゃがめる、しゃがめるかな。はい、じゃあしゃがんでもらって、映ってもいいっていうお友達はナイススマイルでいきましょうね。ニャジは座れる？大丈夫かな？うん、坂でオッケーオッケー。フニャ座れる？座るとか、ね、寝転ぶ？あ、ちょっと、うん、ポロちゃん迷ってる。大丈夫？あ、オッケー。入るかな？パノラマで撮りますんで、皆さん、息止めてください。はい、じゃあ行きます。せーの。はい、なし。はい、動かないで、パノラマで撮ってますよ。撮れましたか？オッケー。はい、ありがとうございました。キャラのみんなありがとうね。はい、じゃあ名残惜しくもステージの終了のお時間となりましたので、楽しい時間あってもらえしな、はい、なんか熱いのありがとうですな。いやー、よし、みんな冷たいもんとね、水分ちゃんと取ったりしな。じゃあ、じゃあ最後感謝感激なし重量ブシャーで締めるなしな。OK、 なし。いきますよ。せーの、感謝感激なし重量ブシャー。ありがとうございます。皆さんっていうのはよくイベントにお越しいただいている通称なしともさんっていう方なんですけども、ぜひですね、いろんなさっきのなしコールとか最後の感謝感激なし汁ブシャーとか、まあ、そういうねコールとかもあるので、よかったら覚えてください。ではこの後もイベント続きますので、もうしばらくお待ちください。